有森裕子選手の出汁唐揚げ、出汁焼き鳥定食、栗ガラが積まれてます。おはようございます。朝のお散歩です。今日お休みですのでうろうろします。昨日アップル関係 iOS と iPadOS、 それと Mac の OS がアップデートされまして、かなり連携が強くなったんですよ。 Mac を操作しててそのまま、マウスなりトラックパッドなりのカーソルをずっと動かしていくと iPad の操作ができたりとか、そういうユニバーサルコントロールという機能ができたんですが、それがうまく機能しなかったんで、表示が出る、設定の表示が出ないんですよ。なんでなんだろうと思って、もうしょうがないから今日 OS だけ再インストールしようと思います。うまくできるといいんですけれども。ということで朝のお散歩は軽めに行きたいと思います。最近見てなかったララアリーナ、千葉ジェッツ船橋のそこのねアリーナ、新しくうちの近くに作ってるんですが、そこの工事現場を覗いてみたいと思います。だー、地上6階ん、これは駐車場なんだ、立体駐車場。アリーナとは違うんだね。こっちからかな、こっちからかな、動くかな、ピッ、動いた。もうだいぶこの間来た時とは違って、コンクリガラが積まれてます。どっちがアリーナ、こっちが駐車場になるんでしょうか。6階建ての立体駐車場って書いてありましたね。この時間ならララポートの放送もやってないから静かです。あとは奥が、向こうの方がアリーナだと思ってたんですけれども、どうなんだろうね。駐車場とアリーナと2つの工事が始まるようです。まだ地面より下かな、杭終わったのかな。でも杭あそこに置いてありますね。これからあっちの方の杭はこれから打つ、造成杭ではなくてもうできた杭を入れる感じみたいですね。はい、楽しみです。来年、再来年でしたっけ、24年の3月4月春だったと思いますので、楽しみに待ちたいと思います。さあ帰ろう。セオサイクルさん来ました。お休みでしたが空気入れ使えたんで助かりました。これでバッチリです。この間19番目の桜橋まで行ったんで、今日は20番目、多分ふなっしーゆかりの高城橋になると思います。では行ってみよう。本日のスタート、高城橋来ました。雨の中ふなっしーが踊ってたとこですね。おお、21番目の橋の手前に橋型があります。有森裕子選手の栄光を称えるということで、有森さんの橋型があります。1992年のスペインバルセロナオリンピックで銀メダルを獲得したという有森さんです。この辺で練習してたっていう話がありますよね。小出監督がどこだっけ、なんかこの辺の学校で指導してたんでっていう話だったかな、確か。
24番目だと思います。この橋、橋はコンクリートでできてます。医療センターが先の方に見えてきました。昔あの辺の崖で遊んだな、小学生の頃中学だったっけ、小学校かな。比叡神社、江坂小学校の目の前の比叡神社です。小学校ずっと通ったけどお参りしたことなんてなかったよな。多分初めてのお参りになると思います。ここの森でね、結構遊んだよね。初めて来たのにお賽銭持ってないけど許してください。もっと昔は広く感じたな。さあどっかでご飯食べて帰ろう。帰ろうじゃない、ミミちゃんを迎えに行こう。お腹すいた、何食べようかな。唐揚げ定食590円に引かれて、浅草唐揚げ唐山さんに来てみました。行ってみましょう。だし唐揚げ、だし焼き鳥定食、すごいです。こっちが塩辛とたくあんですね。これが食べ放題となってます。いや美味しそうですね。ではいただきます。はい、今食べてきました。なんか思った以上にすんげー美味しかった。肉も柔らかくて、でね、鶏唐揚げは普通に唐揚げなんだけど、焼き鳥っていうのがあったんですよ。だからもうイメージしてた串に刺さってる、まあ、ああいうコロコロしたやつかと思ったら、もうチキンカツみたいな感じだったんですね。ああ美味しかったです。すごいふわふわで、今度和子さん連れて行きたいと思います。それか、お土産でも買いに来ようかな。テイクアウトもバッチリでした。あと毎日だったのはペイペイが使えなかったな。交通系の IC カードは使えたんですけれども、ペイペイが残念ながら使えなかった、はい、スイカにチャージしてあったんで助かりました。ということでこれからミミちゃんを拾って帰ります。自転車はね、和子さんの実家に置いていっちゃおうと思っております。はい、それでは後ほど。はい、おじいちゃんはね、お腹パンパンで歩くの辛いです。走れません。はい、船茶屋だよ。船茶屋だよ。今日車ないね。よいしょ、ついてるね。よいしょよいしょ、あんみつ食べてみたいんだよ。